また先ほど言われているようにこの防災でございますが、やはり筑西市に目を向けたときに、防災会議に市長の方にお話しさせていただいて、女性の委員さんを登用することができました。で、備蓄品もですね、なかなかこれまでやはり防災会議に男性の目しかなかったということで、そのような育児用品ですね、ミルクとかそれと紙おむつとかの備蓄もありませんでした。また女性が必要とするそういう生理的な用品もございませんでした。女性ならではのやはり視点じゃないと気がつかなかった部分で、やはり女性にって必要じゃないかなっていうふうに思います。段ボールベッド、これはクッションもよくって非常に丈夫なんですね。ですからその段ボールベッドもいち早く市長が備蓄品の中に入れて、今筑西市はきちっと段ボールベッドの備蓄もされております。国民健康保険税ですね、これは医療費に医療費を賄うための保険税なんですね。ですから保険税が高いから下げろってただ言ってるだけではこれどうにもならなくって、やはり誰も高いよりは低い方がいいに決まってるんですね。やはりどうしたらじゃあ医療費を下げることができるのか、その辺にやはり目を向けていかなければいけないということで、私も一番医療費がかかるっていう部分が人工透析の方の医療費なんですね。でこれは年間にやっぱり400万ぐらい人にかかってしまうということで、また透析を受けているその患者さん自身も大変体に負担がかかる、そういう人工透析なんです。まずはその腎臓病ですね、それを予防できるような手立てがないかということで、腎臓のですね健康状態を知るためのクレアチニン検査というのがあります。でこれも血液検査ですぐに簡単に他の何かをやるんではなくって、血液検査の中で調べられるということで、健康診断の中にねそのクレアチニン検査もやろうということで訴えてきたのも、今それも実現をさせていただきました。公明党は命を守る党として本当に皆様のですねこれからも健康と命を守っていきたいというふうに思っております。